今緊急で動画を回してます。この川崎三姉妹物語のママの大事な大事なライフラインとなるカードが、カードって何カード？クレジットカードが、お買い物するカードが、何それ、何お買い物するカードが、説明して、お買い物するカードが、お買い物だって、お買い物カード、 T カード、カードじゃない、もっと大事なビザカード、ビザ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 カード、ビザカードが、ビザ、ビザ、ビザカード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 のデータが取られました。データって何？こうやってお買い物するでしょ、ピッて、カードのママの情報を、情報って何？カードの番号とか内緒の番号とか、総番号という方は連絡先に登録されていません。ねのちゃん何をしたの？ねえ、Siri が反応したよ。データが誰かに盗まれました。そしてそのお金を使われちゃいましたということですね。はい、まずいろいろ質問があります。誰がやったの、誰がやったのか現段階ではまだ分かりません。で、まずママなぜ気づきましたか？見たことなかったの。じゃあカードはあるんだけど、ママの携帯のアプリでね、このくらい使いましたよっていうアプリがあるの、今月6月はこれくらい使いました、で7月の分は今これくらい使ってますよっていうのが見れるんだけど、その時にもう何にも使ってないのに、ママお買い物も今月してないのに8万円使われてました。誰が使ったの？意味わかんないんだけど。お金返して、お金返して、ママのお金返して、8万円も返して。で、おそらくですが、この瞬間でカードの情報を盗まれたという、お家なのかな、でもね、ママがね、見覚えというか、多分この瞬間にカードの情報を取られたっていうところがあるんだよね。今日パパが仕事中にママがちょっと泣きながら電話かかってきたんだよ。で、どうしたのママって聞いたら、詐欺に遭いました。詐欺って？詐欺って知らない？詐欺って人を騙して人のお金を取る。これはいいことですか？悪いことですか？悪いこと。そうだよね。もしゆずさ、今頑張ってさ、ママのお手伝いしてるじゃん。うーちゃんもお風呂洗ったりゴミ捨てに行ったりいっぱいやってるじゃん。そのお金全部盗まれたらどうする？また貯める。また貯める。ゆずは犯人捕まえたくない？捕まえたい。紐で捕まえて、お金返してって言って、インスタグラムで流れてくる広告があるんだけど、そこにうーちゃんとゆずとかが欲しがりそうな水筒が売ってたのよ。ピカチュウとかそういうキャラクターのね、それを買おうと思って、で3500円って書いてた。それがなんと今なら460円なってて、ほんと460円、465円ぐらいだった。めちゃめちゃ安い、ね、でもさ、そこでちょっと怪しいって思わなくちゃいけないよね。確かに怪しい。ママが違うかも。ママが違う可能性もある。で、まあそれでそこに情報を打ち込んだのよ。カードでしか買えないって書いてあったから、うん、で情報を打ち込んで、うん、ね、そのライフラインのカードも打ち込んで、で注文するっていうボタンを押したら、こう、うん、なんか英語でこうバーって書いて、なんかログインなんかできてませんみたいな、うんうんうん、でもそれで、あ、買えないじゃんと思って、あ、じゃあもういいやと思って、でそこで水筒を買うのを諦めたと。あ、そう、買えなかったか。カードが壊れてるとか
そのホームページがなんか壊れてるって思ったってことだよね。うん。で何個かやったんだけど結局全部英語で、よく分かんなくてもうやめたっつってやめちゃったのよ。うん。で、なんで今日気づいたの？今日朝、今月いくら使ったかなっていうのを見てて8万7000円ぐらいって書いてあったから、え？ってなったわけ。8万7000円も使ってないのに。そうビビった。めちゃくちゃビビった。で、どこで使われてたとか。そう、どこで使われてたとかも見れるんですよ。5月の25日。ちなみに今日は5月の30日です。で、5日前の5月25日、5月25日にまず羽田空港で4万3000円使われた。これなんだろうね、4万3000円。それ何に使ったっていうのは出てこないのかな。何に使ったっていうのは出てこないけど、ちょっと皆さんに分かりやすくちょっと写真貼り付けますね。でもこの子供のプリントは、これは子供たちの幼稚園とそのアプリが提携してる写真をダウンロードする場所だから、うん、それは自分が買ったっていう見覚えがある。ああ、じゃあこれ買ったのね。次の2024年5月25日、これ土曜日だよね、に4万5000円、1回払い。これか、全く見覚えがないと。まず、ね、まず5月25日ってさ、土曜日じゃん。羽田空港なんか行ってないしね。そしてまたこの5月25日、あ、同じ日、4100円。これは多分確実にお弁当買ってるよね、うん、え、こんな高いお弁当買う？お弁当か2人の可能性もあるし。あー、なるほどね。まあこれは推測、あくまでも。この4万5000円はじゃああれか、チケット代、チケット代をネットで買ってる可能性もある。1人か2人か分からんけど、とりあえずチケット、飛行機のね。で、優雅に4100円で飯食ったと。で、でこの HKEX みたいなのはどこで使われたかちょっと分かんないけど、これはまあ海外で使われたかな。意味が分からない。とりあえずうーちゃんゆず、簡単に言うとママのお金が盗まれました。勝手に使われたの。でもゆず、うーちゃん、8万円って大きい金額ってわかる？うーちゃんとゆず、ちなみにお風呂掃除1回やったらいくらもらってる？10円。え、もっと綺麗にしたら100円もらえるよ。本当？まあ、10円だとしたら8万円だから何回や？8000回。そうだね、8000回だよ。え、じゃあ100円だと？100円だと800回。それでも800回だよ。800回綺麗にピカピカ800回お風呂洗ったら8万円。わかんない。わかんない。なんでわかんないの？大事態なの今、緊急事態ということで、お金が盗まれました。皆さん、安いからってクリックしちゃいけませんよ。そこの情報を調べると、偽サイト気をつけてくださいとか、まあとにかくよくインスタで流れてる。私だけなのかもしれないけど、インスタの、ストーリーとかでよく流れてるから、本当にみんな気をつけた方がいいと思う。とりあえず緊急で動画を回しましたが、皆さんもインスタの安いやつだけは本当に気をつけてください。また28日にもうお金使われてる。25日分のが反映されて、今5月28日分のも反映されたんだね、今ね。でもカード止まってるんでしょ？今日止めたから、今日からは使えない。とりあえず28日分に使われたお金がこちらです。セブンイレブンで777買い上がって777円。ネットワークソリューションっていうよくわかんない D 払いって書いてるよ。それで何？777円使ってる。セブンイレブンで777、あと110円なんかで使ってる。犯人に次ぐ、人のお金を勝手に使うな。お前が使ったそのお金、誰が働いて稼いでると思ってんだ。私の1ヶ月分の給料だぞ。3人面倒見ながら働いてんだぞ。稼い、もつかな、自白し警察に行け。最後の忠告だ。